バイオハザードとかに瓶かけちゃって、お前何してんのみたいな、もうないんだ回復がみたいな。超魔界村でしたっけ。はいはい、もう感動しましたもん。あ、そうだから魔界村もそうですね、全然できなかったんですけど最初。よくもまああんな何回も同じとこで死んでて。いやでもやっぱやってればできるんですよゲームって何回も。いやでも昔だったら昔ファミコン時代って、はい、あーってもう切っちゃうっていうか、うんうん、やめちゃわないじゃないですか。やめないですね、うん、同じとこで同じ死に方を。そう、連続でもうまたここで死んだ、うん、みたいな。でもずっとやり続けて本当同じ何時間かボスと戦ってませんでした。最後え、もう最魔界村は最初のステージのその半分行くまでが一番難しかったんですけど、はいはい、多分7、8時間やってましたね。しかも全部じゃないですよ1ステージ半分。僕みたいなのが一番最後だったのかな。そのクリアするとクリアする手前の、はいはい、でも最後とかはもういくら難しくてもでも最初が一番苦労したからまああそこよりいいだろう。あれよりもじゃあ頑張ってたところがあったとすごい感動のコメント書いてますでしたって。そうですね、うん、いやそうなんです。ゲーム実況ってそれが良くて、うん、私も見るのすごい好きだから分かるんですけど、なんか人がゲームしてるだけでなんでこんな感動するんだろうってなるんですよ。それがいいんですよね。なんか泣きそうになりましたもん。本当ですか。嬉しい。くじけちゃいけねえなっていうか。そうなんですよ。やれば最後絶対できるんだなって。やってそうなんですよ。教えてくれたっていうか。だって僕さんが LINE しましたもん確かこれ見た後。あ、そうですね。めっちゃ夜遅くだったので起きてるよと思ってなんかすっごい難しいゲームがあって、うん、よく耐久配信とかでやってる人が多いのものがあるジャンプキングっていうゲームがあるんですけど、まあ、いつかちょっと耐久配信もしたいなと思って。確かにそれも時間的なあれが。でもあの健康的な生活リズムを今作ってるんで、はいはいはい、せっかくせっかく日の光を浴びてるなと思って。それはもし始めたらどれぐらいかかるんですか。いやもうわかんないです本当に人によりますね。でもすっごい上手い人でも12時間では厳しいかな。え、耐久っていう歌う場合は何ですか。もう切っちゃいけないですか。耐久はやっぱさすがに耐久って言っちゃうんだったらやりきって最後まで。まあ枠が、12時間までしか残らないんですよ。ああそうなんです。YouTube って、うん、なので11時間50分とかで終わるんですけど、はいはいはい、まあ、次すぐ撮って再開してとかじゃないですかね、はいはいはい、耐久って言って次の日やるわはちょっとやっぱまあそれは耐久時も早い怒られるんじゃないですかねコメントに。結構でも年越しとかでやってる人はいますね。ああなるほど。年越しでもう耐久で31日からやりますって言ってもうなんか1日も2日もやってるみたいな人去年とか見てましたけど。そういう計画もあるんですか。まあそれじゃないっても仕上げだからとか、なんかいつかやりたいなとか思いますけど、うん、そしたらもうちょっと事務所でやりましょう。24時間。あ、いいですね。一人24時間テレビ。あ、それでもサンシャイン池崎さんがやってたんですよ。へえ。50万人登録記念みたいな。寝る時もあのハンターハンターのそのビスケの修行みたいに、うん、その上にたらい置いて、はい、こう風船持って。その風船の糸を離したりとか切れちゃったりしたらタライが落ちてくる。面白いですよ。あとやりたいことがあって、はい、キャンプやりたいんですよ私。キャンプ？キャンプ夜とかになんか火を見ながら肉とか焼きながらキャンプするっていう生配信。ああ楽しそうじゃないですか。いいじゃないですか。そうやりたいんですよ。で、あの前誰かがやっててただこう火のパチパチパチみたいな音の中喋ってるだけなんですけど、うん、見ちゃうんですよ。うーん、生配信ですか。これ生配信ですよ。でやっぱりそれって動画じゃ多分意味がなくて人ってやっぱ孤独に群がるんですよ。孤独に群がる。孤独に群がるんですよ。孤独を味わってる人たちのとこに同じように孤独を分け合う人たちが多分やってきてそれで会話が盛り上がるんですよ。特に大人が視聴者層で多い場合キャンプ配信見ちゃうんですよね。
でもキャンプ配信は誰かと喋ってる、一人で喋ってるの？一人でコメントと喋ってる人とかもいますし、うん、それこそスタッフ一人連れて喋ってたりとかも見ましたね。キャンプやりたいですよね。行きましょうじゃん。行きたいですよね、キャンプ配信。火だけここに焚いて、山の中マシュマロとか焼いて。次回やりましょうよ、キャンプ配信。いいですよ、やりましょう。やりましょう、やりましょう。で、怖い話とかして。ああ、いや、それやばそうじゃないですか。絶対面白いですよ、それ。いや、けど夜呼びますよ。夜呼ぶ出ちゃいます、出ちゃいますよ。で、それで、急にカメラが当たって消えるんですよ。やらせじゃないですか。いや、でも本当に出てきちゃいそうで怖いですね。それ怖いですよね。いや、あるんじゃないですか、波長っていうか。ありますよ、うん、うわー怖い。それは怖いな。怖い。あと普通に催眠術とかかけてもらいたいんですよ、私。それやって思いますよね、催眠術。それはどっちですか。じゃあもう呼んでやってもらいます、催眠術。それだからちょっと疑ってるってことですか。かかるならかかりたい。あ、どっちですか、信じてるんですか。そのいや、わかんないですね。信じてるっていうか、自分がかかる体質なのかかからない体質なのか知りたいみたいなのもあって。なんかあれきっとですけど、あ、きっとですよ、うん、素直っていうか、なんか信じてるっていうか、人はかかりそうじゃないですか。いや、でも意外とテレビとか見てると疑ってた人ほどかかってたりしません？あ、でも疑ってるけど本当はかかっちゃうかもと思っててかかってるのかわかんないですけど、安めの金額で呼べないかなんで金、いや、なんかやっぱりそのただで来てもらうわけにはいかないじゃないですか、コンテンツとして。あ、分かった。だからあの事務所のサイトあるじゃないですか、 あれの会員サイトの動画のついでにやってもらう。事務所の会員サイト、会員が見られる動画の、 その有料コンテンツで配信とかやってたじゃないですか、うんうん、それにゲストとして催眠術師の方を呼んで普通にギャラ支払って、でついでに我々もやってもらう。なるほどなるほど。ちょっと YouTube 用なんですけど、はい、って言って、でちょっとマネージャーさんもみたいな、いいじゃないですか。なんかずるくないですか。いや、でもいや、そんなもんですよ、動画って。そうなんですか。これのためにちょっとただでは無理じゃないですか、はいはい、でもそのギャラを払う口実を何か作って、そのついでなら、ついでっていうか、それもそのギャラ分に入ってるっていう考え方で。なるほど。今思ったんですけど、はい、割と僕のせいかもしれないですけど、終始腕組む癖なんですよ、私。これもうね、高校ぐらいから癖で。これでも心理学的にはあれですよね、はい、距離っていうか、人を疑ってるんですよね、こうやってる人って。いや、そう、でも私昔からこうなんですよ。あ、そう。いや、割とじゃあこれはもうナチュラルなんですね、ある意味。ナチュラルではあるんですけど、多分、うん、確かにそんなにあんまり人に心開くタイプでもないんで。いや、そうですか。いや、でもそうなのかな。でも考えるときとか、組んじゃうし。でも本当昔からですね、偉そうに見えるからやめようって思ってるんですけど。あと普通にこうやって、あ、こうなんかコナンみたいにやっちゃう。カッコつけてるわけじゃないのに。なんかそう、ね、考えるときこうやっちゃうんですよ。わかりますわかります。本当にこれないですか。これはない、これはないです。ないですか。これはないです。ないですか。これはないです、ね。あの、これとかないですか。え、ないです、ないです。これはないですね。マカンコウサッポみたいな。マカンコウサッポないですね。ないですね。夏目漱石スタイル。まあ、ありますよね。漱石スタイルは。それ。伝わるのって多分世代限られるでしょうね。いや、でも教科書載ってるから逆に伝わると思います、ね、逆に。なるほど。